はい、こちらです。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、サムネタイトルでは、わからない系、わかった人いるんかな？わからない系の動画。こちらのオーダー、全員超広角打法を持ってる選手のみでリアタイやってみた。やっていきたいかなと思います。はい、やはりですね、まあ、リアタイで一番強い特殊能力といえば、このね、まあ、超広角打法かと。まあ、打者の中で一番強い特殊能力といえば、まあ、超広角打法だと思うので、まあ、今回はね、この超広角打法を持っている選手のみで、まあ、このスタメン、まあ、一応ベンチも全員超広角持ち、まあ、超広角打法の選手のみでオーダー組んできたので、まあ、今回はですね、このオーダーで数試合やっていこうかなと思います。まあ、でですね、この動画が少しでも面白かったわけさだと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録ってよろしくお願いいたします。では早速本題の方入っていきましょ。さあ、てことで1試合目、ドラ吉侍さんからよろしくお願いします。さあ、1試合目ですね、よろしくお願いします。まあ、高校かで、先発はダルビッシュ有さんできました。で、そうだ、ダルビッシュ有さん日米通算200勝おめでとうございます。いや、すごいね。まあ、昨日もめちゃくちゃすごいピッチングだったね。で、日米通算200勝を達成したのが野茂さん、黒田さんに続く、まあ、日本人だと3人目だったらしいんで、いや、ダルさん、まあ、これからもなんかどんどん勝ちそうだから、いや、マジでいけるレジェンドだよな。で、そうだ、一昨日だったかな、一昨日エキサイティングの選手が4球団判明しましたね。登場選手が、で、まあ、登場選手一覧が今判明してる一覧がこんな感じ、うまっ、まあ、こんな感じになってるんですけど、まあ、まだね、まあ、4球団、まあ、最初の初日の4球団なんで、まあ、目玉選手は、まあ、ゲーム的に、まあ、リアタイ的な目玉選手が発表されるのは、まあ、最終日付近なんじゃないかな。まあ、あと2回生放送あるんで、まあ、目玉選手の発表は、まあ、最後の方になるんじゃないかなと、普通に思います。まあ、なんで、まあ、まだエキサイティング、今年のエキサイティングが渋いか激アツかどうかは、まあ、まだ正直わかんないんじゃないかな。うん。な、うまくね？待って、こんな打たれるダルさん。え、4割くらいやったよな。マジか。このダルさん、俺、一番強いと思ってるダルさんなんだけど。マジか。こんな打たれるか。よーしよしよし。まあ、ただね、最近の、まあ、コナミさん、まあ、プロスペースの、まあ、運営さんは、ちょっとなんか、情報めちゃくちゃ先出しにしたりさ、なんか、ランダムボックスとかなくなったりさ、なんか、解約が続いてるから、まあ、ここら辺でちょっと、まあ、エキサイティング、まあ、来月ぐらいから、まあ、ちょっと熱い更新を、まあ、多めに出してほしいなと、まあ、個人的には思ってます。まあ、あと、個人的に結構イベント好きなんで、僕。イベントで、まあ、なんか、なんだっけ、景品法だっけに触れるのかわかんないけど、いや、ドリキャラとか廃止とかなったら、マジでしんどいわ。さあ、ということで、1番は、翔平大谷。はいはい。で、お相手ピッチャーが千賀さんですね。で、まあ、この大谷翔平さんがさ、アーチストの超広角打法なんだけど、意外とね、アーチの、超広角アーチの選手って、俺がさっき調べた限り5人しかいなくて、意外に珍しいんだよね。だからやっぱり、この翔平大谷さんは、ワールドスターのものしか超広角アーチじゃないんだけど、やっぱこれは、課金して取る価値がある選手。いや、さすが。やっぱここの伸びよな。こう伸びが違う。超広角出ると。さあ、そして落合さん。いや、出ないか。で、まあ、落合さんも超広角アーチ。まあ、右バッターの超広角アーチは、この落合さんと、去年の OB で出た広沢さん。この2選手しか多分いないんで、まあ、右信者の方には本当落合さん必須級だよね。超遅いか。え、ストレート縛りしてるなあ。ストレート縛りしとるやん。それ。いやー、よく見た。どっ、いやー、ちょっと早いか。いや、この勘のした方が本当に打ちやすいんだよな、落合さんは。懐深いからね。打ちやすい。いやー、ちょい詰まったけど、いやー、さすが走塁持ち大谷翔平。さあ、そして3番は、この前の動画で使った堂林翔太さんです。これ、エキサイティングのやつ。まあ、超広角ライドラの選手もそんなにいないんじゃないかな。まあ、今日のこのオーダーでは、この堂林選手と、サンタナか。サンタナ引っ張ってきましたけど。あと、糸井さんとかも超広角ライドラだったっけ。意外と希少性高いよね。超広角ライドラと。超広角アーチは。いやー、さすが。さすが。まあ、能力そんな高くないけど、やっぱ飛ぶね。さあ、そして4番は、サンタナ。いやー、亡命ロドリゲスに変わりましたね。これ、いつの亡命？これ、いつの亡命？あ、ムービングか。いやー、超広角が出んな。はいはいはい。いや、このサンタナとかさ、エキサイティングで登場したら、いや、マジで熱いけどね。いやー、ミスった、待ちすぎた。いや、ムービングちょっと新鮮だ。で、
5番めちゃくちゃ久々に掛布さん引っ張ってきた。掛布さんどうだろうね、今年の OB とかで登場するかね。まあサイクル的に、登場サイクル的に2年空いてんのかな。だからまあ登場する可能性あるよね、この掛布さん。いやーというかさ、岡田選手が登場してほしいわ。岡田監督がね、今年の TS で登場してほしい。マジでバース掛布岡田がやりたい。よしよしよし。まあちょいボール球やけど。さあそして6番は丸吉弘、まあ、去年の TS の丸さんです、これは。はいはいはい。まあ、丸さんもね、まあ、超広角パワー切で、まあ、センター適正 A 行く選手なんで、いや、ミスった。いや、終わった。でかー大パン不可避。いや、出たー全出し。これ、お相手さん大パン不可避やる、今の。ロドリゲス久々に対戦するんだけど。なんか最近減ったよね、使う人。やっぱ久々に対戦すると一周回って強いな。どいやーよし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 。いいよいいよ、同点同点。ナイスナイスナイス。やっぱ坂本さん打ちやすいな、久々に使ったけど。さあ、そして、ラララララララとの先シュート。うわー、来たー、藤井こうやね。これいつの藤井さん。よーし、彫刻出た。これあれだな、Q フォースラっぽいな。いやー、殿崎さん、てか、セーブ頑張れ、マジで。何回ソフトバンクにさよなら負けというか、まあ、逆転負けすんだよ、マジで。もう 1-0 でさ、8回とか9回迎えたらもう、さよなら負けする未来しかもう最近見えない。対ソフトバンク戦。もうすでにもう自力優勝は、の夢は途絶えましたからね。12球団最速で。マジで。どうなってんだよ。初盤、もう序盤も序盤は、久々の単独首位で、あんだけ、あんだけ盛り上がってたのに。さあ、そして、9番かな？ああ、9番や。トングーさん。初仕様かもしれん。このベストラインの超広角。キャッチャーが意外といなかったんで、キャッチャートングーさん引っ張ってきました。やじゃーこら、こら、いやー、ダメかてか、今思ったんだけど、この方1番岡林さんなんだよ。サワヤンさんリスナーなんかな。1番、いやー、マジか岡林さん使って久々に、見るかもしれない。初めてクラスだわ。純正以外で、岡林使ってんの。初めて見るかもしれん。取れるっしょ。よーし、よしよしよし。さあさあ、さよならするよ。いやー、系統の鬼なんだが。マジで。系統鬼じゃん。タイピンチじゃないのに、ついいくんだ。バースってそんな守備うまいんえぐそれ、いやー、よしよしよし。いいね、いいね。プラマイゼロや。めっちゃ怒っとる。さあ、翔太さん。いいね。83までいくか。いや、超広角出ねえか。やっぱ熱気強いよな。いや、だからマジで。コナミさんへのお願いとしては、徳の熱気はマジで変えないでくれる。さすがに変わんないと思うけど。そこまでの超ぶっ壊れ特能ではないと思うから、まあ、めっちゃ強い特能だと思うけど、さすがに熱気は1年で変わるってことはないんじゃないかな。まあ過去熱狂が1年で変わったっていうのはあるけど、あれはね、発動確率 100% でさすがに壊れすぎてたから、まあ、あれは例外だと思うから、さすがにないと思う。さあサンタラ、よーしよ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 し。超広角ライドは強よ。いやー、めっちゃ系統してくる。もうおらんちゃん。いやー、ライマルね。いやー、ライマルのさ、ちょ、間違った。最新シール欲しいんよな。シリ2のやつか。オッケーオッケー。はいはいはい。このライマルめっちゃ強くない ?88、80。お化けやん、ステータス。あー、待って犠牲フライになる。いやー、帰ってくる帰ってくるなぁ落ちないっす。ということで、もう1試合行こうかなと思います。さあ、2試合目ですね。よろしくお願いします。さあ、2試合目も高校か。さあ、まあ、2試合目の先発は、バウアー選手を引っ張ってきました。まあ、だから、このバウアーはな、まあ、一生スピ解放しようかなと、うん、個人的には思ってる。まあ、まだね、できないけど、まあ、次上限上がったら、このバウアーは一生スピ解放しようかなとか思ってます。で、そうだ。まあ、自分事なんですけど、5月の29日に、初めてね、まあ、サッカー観戦行くことになって、めぐ。久保建英選手の凱旋試合っていうのが、で、レアルソシエダと、東京ヴェルディの試合を国立競技場ダウンあるんだけど、それちょっと見に行くことが、あ、そうや。見に行くことになった。いや、楽しみだわ。うん。
まあ、サッカーの観戦、まあ、ちっちゃい頃に日本代表戦見に行ったことあるんだけど、なんか川口選手とかがキーパーだった頃、本当に小さい頃見に行ったことあるんだけど、マジでなんかまあチビだったっていうのもあるのかもしれないけど、まあ、全然遠い席で見づらかったから、なんか今回ちょっと近めっぽいから楽しみですね。だから今年はスポーツ観戦行きたいよな結構、うん。まあ、6月はまあ前の動画でも言ったっすけど、ライジン観戦行くんですけど、ライジン47だったかな、うん、の観戦行くんですけど、いやマジで今年はちょっといろんなスポーツ観戦に行きたいですね。さあ、お相手ピッチャー伊藤大海選手ですね。あ、最新伊藤さんか。さあ、超広角出たね。やっぱ超広角の広角との違いで、いいところで言うとやっぱ発動確率が 60% っていうのがいいよね。まあ、広角打法だとさ、まあ 50% か 55% じゃん。広角打法回だと 55% で、まあ能力の上がり幅も超広角打法の方が大きくて、まあ、やっぱ発動確率がね、まあ高いっていうのが一番いいところだよね。やっぱ特にさ、パワーヒッターとかだと広角出るか出ないかで、まあ、その選手の使用感ってマジで変わるから、マジでやっぱ超広角って正義だよ。いやーこれ超える。いやーちょっと待って、センター打ちちゃった。いやー出ねえな。堂林さんが超広角全然出やんな。スローカーブ、これよし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 、ナイスです。さあサンタナ、いやー出ねえ、削られる。いいパス投げてきそうやんなこの人。はいはいはい、全身守備か。やはりボールに自信があるんでしょうね。いや待って、センターとキャッチボールしとんか。いや掛布さん、いやえぐい削られ方、やっぱ最新シリーズえぐいね。どいやーしゃいっす。さあ全打ち丸吉弘。いやこれコールドして終わりたいな。ツーアウトやけど、待って超えるでしょさすがに。よしよしよし、全身守備直さないタイプだこの方。うん、守備位置いじらない系。いやー広角出ないからちょっと代打出すわ。代打パワヒタンケ。いやーライドラタンケマジで欲しい。私立出るか分かんないからね。よーしよしよし、さあタンケ行こう。いやいいね、これこういうのあるからいいよねタンケって。でよーし、え、タンケ強っ。ってことでやっぱりリアタイは超広角が正義ということで、チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。あ、出した。